こんにちは、サオです。本日の晩ご飯を作っていきたいと思います。本日のメニューなんですけど、サバ缶のアレンジシリーズ、しかも大好きな韓国料理シリーズです。韓国料理何回目になるでしょうね。それとサバ缶は第5弾ぐらいですかね、5段目、6段ぐらいですか、なんですけど、少し前にですね、動画とは関係ないんですけど、こちら料理、家で料理をしてる時に、ふと思い立ってこれを買いました。韓国の味噌、テンジャン、これを買ってポッサムを作ったりをしてたんですけど、今日はですね、この味噌、テンジャンを使ってテンジャンチゲを作りたいと思います。チゲですね、鍋を作りたいと思います。いつも使っているこの小さい土鍋、トゥッペギ代わりに買った小さい鍋でテンジャンチゲに挑戦したいと思います。まだ作ったことはないです。作ったことはないんですけど、なんとかなるかなと思って挑戦していきたいなと思います。それと、もう一品、お昼に買い物に行った時に、そこのスーパーの惣菜コーナーで美味しそうなチキンが売ってたんですよ。ニンニク味が少しついたチキンを買ったんですけど、それをね、お昼もちょろっとしか食べなかったので、これを少しアレンジをしてヤンニョンですね、あの甘辛いソースを作って、それとあえて、スーパーの鶏ではあるんですけど、これをヤンニョンチキンを作りたいと思います。今日はその2品、2品ですね、今から挑戦していきたいと思います。それでは早速料理スタート。はい、それではテンジャンチゲの材料を紹介したいと思います。まず先ほどお見せしましたテンジャン、味噌ですね、韓国の味噌。サバ缶、今日は水煮缶です。それから玉ねぎ、これはもうちっちゃいやつ、ちょっと余ってたのがあったので、この半分と、これは白ネギです、4分の1もないかな。ぶなしめじ3分の1株ぐらいですかね。にんにく1かけと、調味料はだしだですね、お酒です。それと予定ではなかったんですけど、キムチ、芯の部分がちょろっと残ってて、ほぼ汁だけになってるんで、これを辛みを足すような感じの意味合いで全部使い切ってしまいたいと思います。かなり酸っぱくなってるんで、火をかけるとすごく美味しくなります。材料は以上です。はい、それではテンジャンチゲを作っていきます。まず野菜ですね、野菜の処理をします。玉ねぎを皮をむいて薄切りにします。白ネギも斜めに薄く切っておきます。しめじは石突きを落としてほぐすような感じで切っていきます。はい、こんな感じ。本当はね、じゃがいもとかあったら美味しいと思うんですけど、今日は鍋が小さいので、少ない材料で仕上げたいと思います。あとニンニク、ニンニクも皮をむいて薄切りにします。そしたらあとは鍋に入れていきます。はい、今ですね、この鍋に水です、水を 400cc ほど、400ちょっとぐらいあるのかな、 400cc ほど入れてます。ではこれを火にかけていきます。そうしましたら、まず鍋に酒を入れます。大さじ1杯ぐらい。テンジャン、味噌です。味噌を大さじ1杯ちょいです。そしてだしだを入れます。だしだを小さじ1杯。そしてここにサバ缶の煮汁ですね、缶の煮汁だけ入れます。それと先ほどお見せしたキムチ、キムチのこの汁ですね、キムチに残ってる、使っているこの汁、これを入れます。はい、薄切りにしたニンニク、
グツグツ煮立ってきたので、ここで切っていた野菜、切っておいた野菜を入れます。キムチ、はい、そしたら火を少し弱めてじっくりと煮込んでいきたいと思います。はい、それではだいぶ煮込まれてきましたので、ここにサバ缶ですね、サバの身の方を入れていきます。サバ缶の料理の時にいつも言ってますけど、このサバ缶ってもうすでに煮込まれてますので、がっつりと煮込む必要はありません。温めるというような感覚なんですけど、まあ、今回この味噌味を染み込ませるためにしばらくこのまま置いておきたいと思います。それではヤンニョンチキンの材料を紹介したいと思います。ヤンニョンチキンなんですが、まず先ほどご紹介しました、鶏肉ですね。鶏はもうこれ唐揚げ、買ってきたものですね。ニンニク味のついた、下味のついた唐揚げです。これを使います。ヤンニョンの材料なんですが、まずこちら、コチュジャン、ケチャップ、酒、醤油、みりん、これはごま油です。ごま油。それと、蜂蜜。これらを使って、合わせダレですね、ヤンニョンを作りたいと思います。さあ、それではヤンニョンチキンのタレ、ヤンニョンを作っていきます。まずコチュジャンですね、コチュジャンを入れます。大さじ2杯のコチュジャンを入れました。次にケチャップ、ケチャップを大さじ1杯、酒もだいたい大さじ1杯、ごま油、ごま油も大さじ1杯、醤油、醤油を小さじ1、みりん、みりんを小さじ1、蜂蜜、蜂蜜を小さじ1、これを混ぜていきます。はい、しっかりと混ざったので、これでヤンニョンですね、合わせダレの完成です。これをチキンに和えていきます。はい、これがですね、あらかじめ電子レンジで少し温めたチキンを今フライパンに乗せて火を入れてます。もう中身はあったかくなってるので、これで十分だと思いますので、ここに先ほど作ったヤンニョンのタレですね。これを絡めていきます。はい、もうこれでタレにもしっかりと火が通ったので、火を止めます。はい、仕上げに炒りごまを振りかけて、ヤンニョンチキン、完成です。ではいただきたいと思います。これ天ジャンチゲ、本来鍋から直接食べればいいんですけど、超猫舌なんで器にとってゆっくり食べたいと思います。大成功、大成功です。天ジャンチゲの天ジャン、味噌の味もしっかりしてるんやけども、キムチの汁だっと残ってんの全部ぶち込んだ、あれがね、すごく酸味が出てて、韓国で食べるキムチチゲに近い味になってます。すごく美味しい。これもう大成功。ほんで、サバの風味もめちゃくちゃ出てます。これは美味しい。手抜きヤンニョンチキン。うん。これも大当たり。買ってきた惣菜のチキンが、ガーリック味、ニンニク風味なので、それとこのコチュジャンのヤンニョンタレがすっごく合ってます。なんかお店で食べるやつみたいな、とてもスーパーの惣菜の安いチキンとは思えないぐらい、はい、
では続きいただきたいと思います。ごちそうさまでした。今日も全部食べました。いや、思いつきで挑戦したメニューでしたけど、ほんと大成功でした。天ジャンチゲ、具材は何でもいいみたい。日本でいう味噌汁ですよね。日本の味噌汁があって、豆腐の味噌汁があったり、わかめがあったり、大根があったりっていう、こういろいろ具はその時その時で変わっていくと思うんですけど、それと同じような感じみたいです。チキン、出来合いのチキンでしたけど、ああいう風にひと手間をかけることで、すっごくなんか韓国のお店に来たような感じになってましたんで、大成功だったと思います。皆さんも一度試してみてください。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。